はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、神奈川県の都筑区にございます縁結びさんというお店にお邪魔しております。というのも、先日のね、コロナの件の僕の動画を見てくださって、ぜひお店に来てくださいということで、連絡をいただいたので、早速ね飛んでまいりました。本日いただくメニューの方が、現在ね、こちらのお店ランチメニューをやっておりまして、そのランチメニューがね5種類ほどあるらしいんですよ。なのでその5種類のメニューを全ていただくのと、夜の部の方ではね、こちらの縁結びさん、串焼きの方が、メインみたいで、そちらの串焼きの方を10本ほどね、盛り合わせでいただく予定となっております。もうメニューの方は作っていただいておりますので、料理が到着するまで少々待ちたいと思います。はい、ということで、ただいまね、一品目到着いたしました。まず一品目が唐揚げ定食でございます。串焼きが売りのお店なので、どんな唐揚げなのか楽しみでございます。それでは、早速、いただきます。ちょっと、一旦、味噌汁で口を湿らせて。うまい。豆腐と。そしたらメインのね、唐揚げの前にお野菜食べましょう。お野菜、こちらがねメインの唐揚げでございます。唐揚げこんな感じですね。うまっ、うん、これ一瞬でなくなるな。マヨネーズ付きの唐揚げですね。最高だよね、ご飯に絶対合う、うん、レモンで、うん、ご飯は完食でございます。パセリがいけるかな、でかくない？できます。はい、ということで一品目完食でございます。ごちそうさまでした。ということで、ただいま二品目到着いたしました。こちら二品目がキーマカレーでございます。居酒屋さんのねちょっとキーマカレーって想像がつかないんだけど、早速食べていこうと思います。いただきます。卵と、うわー、これ見えるかな、絶対うまいよね。うまい、しっかりとスパイスの香りもする本格的なねキーマカレーなんですけど、結構ねまろやかで甘みもしっかり強いので、辛いのが苦手な人でもね美味しくいただけると思う。うん、香りがめちゃめちゃいいな。でもお昼からさ、この本格的なカレー食えたらめちゃめちゃいいと思うんだよね。うん、
うん、はい、ということで、ただいまね、2品目も完食いたしました。お疲れ様でした。失礼します。はい、ありがとうございます。はい、ただいま3品目到着いたしました。こちらがね、焼き鳥丼でございます。売ってるお肉はネギマって感じなのか、つくねもいるな。3種類ぐらい、まあ、こんな感じでね、お肉が乗っていて、でこちらの中の温玉かな、真ん中に乗っております。そしたら改めてといただきます。こっちでね、割っていきましょうか。見える、これうまそう。焼き鳥がまずうまい、めちゃめちゃうまいんだけど、これ後で来るさ、この串焼きの盛り合わせ、これがね、一気に楽しみになった。やっぱ一瞬でなくなっちゃう。うまっ、うん、一瞬で完食しちゃいました。ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまね、4品目到着いたしました。こちらのメニューはね、焼き魚定食になります。でこれね、日替わりで結構メニューが変わるみたいで、今日の焼き魚はホッケだそうです。てかさ、またさ、このホッケめちゃめちゃでかいんだよね。早速食べよう。いただきます。そして行儀悪いんだけど、もったいないからさ、この骨周りを、このホッケ油の乗りがすごいブリンブリンなんだよね。うまそう。うん、あ、焼き魚ってうめえな。せっかくついてるんで、この大根おろしね、使ってみよう。美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまね、こちらランチメニューのラストでございます。日替わり定食の、本日はね、とんかつになります。パセリいるんだよね。うん、生パセリがいる。そうこうしてる間にね、串も来ちゃったんだよね。5種の2本ずつって感じですね。うん、うまそう。とりあえずこのとんかつ食べよう。とんかつ、お、サクサク。とんかつはね、こんな感じでございます。まだ早いからね。うん、うん、うん、これも薄めだけどサクサクしててね、めちゃめちゃうまい。串もレバーだと思うんだけど、プリップリ。
なんだろう、牛串か、うまっ、あ、うまっ、これうめえ、味噌だれうまっ、うん、もうね結構お腹には来てるので、タセリはねごめん許してくださいごちそうさまでしたと。はい、ということで、ただいまね、ランチメニュー5種類と串焼きの盛り合わせかな、こちらすべていただいてきました。どのメニューもめちゃめちゃ美味しかったし、やっぱ何よりも、夜のメインの食材になるこの串焼きね、これうまかった。ランチメニューについてはこのランチの定番のような、まあ、唐揚げとか、誰もが好きなね嬉しくなるメニューいっぱいございました。ぜひねお近くの方は、まあ、ランチもしくはこのディナータイムのお酒や焼き鳥の方もねぜひ楽しんでみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。